NHK 大河ドラマ「どうする家康」第43回関ヶ原の戦い面白かったですね徳川秀忠森崎ウィン率いる主力軍が来ない真田の罠にはまってしまったのだ西軍に圧倒的に数で劣る徳川家康松本潤は野戦での勝負を決断 決戦の地に関ヶ原を選ぶそして大量の密書をばらまき敵に切り崩しを仕掛ける優位に立つ石田三成中村七之助は高応するように兵を進め両陣合わせ十五万が集結天下分け目の対戦が始まる一方大阪では徳川家康の調略に動揺する 毛利輝元吹越満に茶々北川景子は不満を募らせるそれではいつものように年表を見ていきましょう「慶長5年9月14日陸奥会津の上杉景勝の兵下野関山に至り下野国伊予之城をセメントす」。伊予の助の部子 イオの助成と迎え戦いてこれを破る9月14日早朝徳川家康岐阜を出陣稲葉定道の船頭あり産船の船橋で長良川を渡か、合土池尻を通って正午ごろ諸将に迎えられて赤坂に進む岡山に婦人大垣城の西軍 家康の金銭の馬印と葵の門の旗を確認9月14日徳川家康美の赤坂城に至り書書を介して軍略を偽す9月14日栗瀬川の戦い西軍勝利駿河府中の中村一重石田三成の老臣島清沖に図られ 美濃、食い瀬川に戦い、敗北す。徳川家康、井伊直政、本田忠勝をして、兵を治めしむ。九月十四日、これより先、小早川秀明、東軍に通じ、大江石辺にとどまりて、兵を進めず。石田三成、これを疑い、美濃にいらしむ。黒田長政、 小早川秀明の老臣平岡頼勝に説き東軍に大絶しむこの日徳川家康の将井伊直政本多忠勝平岡頼勝らに聖書をあたう9月14日浮田秀家石田三成ら小早川秀明の繁盛あるを察し小早川秀明を七と千とし 身の大垣に招く。小早川秀明、大舌